ろいろお話ししたですよ。振り向いて微笑んでも、学園って面白いとこです。タエ姉さんの言ってた通りですよ。シチュエーションとバリエーションとコスチュームに富んでいて、学園天国パラダイスだそうです。職員室に呼ばれた男子学生が言葉とピンヒールでなじられて、身もだえる姿が萌えだそうです。私の方がおかしいのかしら。お母さん、国に帰ってもいいかな。おかえり。どう？学園は楽しかった？
ちゃんと編入手続きしたはずだけど。加入されたですよ。よかったわね。お友達いっぱいできた。面白い人いっぱいでしたです。若い子は勉強するものでしょ。あら、ものだって学習するじゃない。そうですよ、いろいろ覚えようとしてるですよ。それにね、カズ、何をやるにしても勉強はしておいて損はないわよ。社会人になってからじゃ集団の中で勉強するってなかなかできる機会ないから、その時になってあの時って後悔することも少なくないから。学生っていう時間は長いようであっという間だけど、学生の間にしかできないことってそれ以上にたくさんあるから、その間にできる思い出っていうのは星みたいなものなのよ。ビューンって通り過ぎてね、ふっと振り返ると暗い夜空の中でキラキラ輝いてるの。星の見えない夜はとても寂しくて物悲しいでしょ。制服とかブルマとかスクール水着とか卒業してからじゃ着れないのよ。この前着てみたけど、やっぱりコスプレしてるようにしか見えないのよね。姫はいつでもカズマさんと一心同体ですよ。ほら、チビちゃんも勉強したいって言ってるし。いいじゃない、チビちゃんの希望にもかなってることだし。チビちゃんのやりたいことがカズと一緒に学園に行くってことなら、それは立派な理由でしょ。そうね、偶然よね。ほら、エチケットには気をつけてるはずだけど。カズマさん、今後ともご指導。何でしたっけ。ご鞭撻のほど。おお、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたしますです。了解です。頑張るですよ。よかったわね、チビちゃん。はいです。お疲れ様です、カズマさん。姫も一緒に宿題やるです。
しい。恥ずかしいよ。でしょ。お母さん。カズマさん、カズマさん、タエ姉さんに宿題やってもらっちゃったですよ。おお。姫子さん。あかりさんですね。はじめましてです。今後とも武士道ご鞭撻のほどよろしくお願いしますです。武士道そうとも言いますです。お姉さんで検証してみる？一緒にランデブー。
います。ユミちゃん、今日も元気だね。うん、私はいつも元気だよ。さん、はい、私、姫子と申します。です。そう、よろしくね、姫子ちゃん。私はトウカって言います。はい、です。よろしくお願いします。です、トウカさん。ありがとう。そんな風に褒められると照れちゃうよ。トウカちゃんっておばあちゃんだったの？ありがたいことに私大事に大事に使われてきたから、手入れもよくしてもらってるし、今私が若々しいって言われるの私の力だけじゃないよ。あなたが姫子ちゃんの持ち主さん？この子、大事にしてあげてね。それじゃあ、トウカちゃん、遅刻しちゃうから。うん、またね。いつでも来てね。皆さん、おはようございます。です。おはよう。転校生の紹介をします。ごめんなさい、ごめんなさい。みんなお願いだから静かに、静かにして。まったく騒がしい方たちですよね。
紹介します。今日からこのクラスに転校してきました。赤絨毯さんです。しくしく。私のお兄様がいらっしゃる教室ですわね。皆様、お初にお目にかかります。絆と申します。よろしく。立派な絨毯なのです。ごめん、絨毯汚しちゃったけど赤いからいいよね。ということでしたら心配ご無用ですわ。理事長と学園長にお願いいたしました。いいえ、簡単でしたの。詐称のお礼で心よいお返事がいただけて嬉しいですわ。先にお見せしただけですわ。心配ご無用ですわ。さて、宮里由美さん。はい。あなた確かお兄様の幼馴染でしたよね。どうして分かっちゃったの？やっぱり雰囲気とか出てる？とにかく、はにゃ、これが権利書ですわ。権利書？そう、土地の権利書です。お兄様の半径1メートルは私の私有地ですの。侵入の際はちゃんと許可を申請してくださいませ。何をなさいますの、お兄様。昨夜のうちに用意させていただきましたの。ダメですの？
小切手にお好きな金額を書き込んでくださいませ。ではお兄様は絶対にその土地をお譲りくださいませんの？そうでしたわね。私有地ですね。ちゃんと許可を申請してくださいませ。はい。あら、お兄様どうなさいましたの？遠い昔の思い出に浸る時の目をなされて。しましたの？私の机ですわ。これから搬入いたしますの。これから毎日ここでお兄様のお顔を拝見できるのですね。絆は幸せです。そんなことはありませんわ。こうしてお兄様のおそばにいるだけで時を経つのも忘れてしまいそうです。あら、世話しないのですね。私、学園というものに通ったことがありませんでしたから、そちらの方でも楽しみですわ。はい、いつも専任の家庭教師が複数ついておりましたから。海外ではあまり珍しくはなかったですよ。授業中はおしゃべり厳禁なのでしょ？
スは？転校生の林道寺。はい。以上、証明終わりです。正解。私ってやっぱダメ教師。